まあね、そういう声っていうのは例えばスタッフとか近い人間から出たりするし、まあ、そういう傾向あるのかなとは思いますけど、なんでだな、だからスタークラブって、ね、まあバンド長くて他にこんだけ長いバンドがないからね、特にパンクの中で、だからそれだけのことでしかないって俺は考えてるっていうのが正解かな。だから長くやってるから、まあ、カリスマもしくはヒーローめいてくるだけのことであって、そういう感覚っていうのは俺の中からは排除しようとしてるっていうのが、うん、当たってるだろうね。だからそういうのっていうのを背負うとさ、だからこうしなきゃいけないみたいな思いっていうのが自分の中に出てくると思うんだよね。じゃなくてやっぱ俺は俺でっていうのが常にあって、それをやってるだけだから、それが例えば今まで続いてきて結果そういう声が飛ぶっていうだけのことでしかないって、うん、第一印象みんなあったら結構冷たい人だって思うや悪いかもしれないけど、あの非常に優しい人で、結構切羽詰まった時にね、俺が何度も今まで相談に乗ってもらって、今後まあ今日に至ってるって感じかな。
よくこれだけこの業界というかこのロック界というかこの中で、へこたれずにこうやっているなっていうぐらいすごく強い信念を持っている人だなと僕は思います。まあ今後もですねまた走り続けて頑張ってもらいたいなとそういうふうに思ってるわけです。メンバーとか、まあ、かなり変わってますけれども、まあスタークラブイコール、まあ、日陰みたいな、まあ、世間一般で言われているようなことがあると思うんですけども、もう本当にそういうものだと思って、でもう日陰が、もうパンクが本当に好きで、まあ、他のものは別に興味あるんだけれども別にそれをやろうとはあえてしない、まあその好きの度合いが非常に強いから、まあ、ずっと続けてこれた。まあ、15年といってもね、やってる本人たちっていうのは本当にあっという間のことだったから、まあ、振り返ってみても俺自身にとってまだ何も残しちゃいないって感じかな。だから今この瞬間これからも常にまあスタート地点みたいな感じで同じようにまあこの好きなロックンロールをやっていくって感じになりますかね。自分が始めた時の初心に戻りじゃないけど初心でこういうふうに始めたんだっていうことを今でも続けてるっていうところがいいんだって、バンドが続いてるっていうよりは、まあ、日陰だったら日陰が今でも頑張ってるっていうのがいいんだって、スタークラブが続いてるんじゃなくて日陰がやってるっていうところが僕はいいんじゃないかなと思うんだよね。だから日陰にもやっぱりその時の気持ちを大事にして、まあ、これからもっと考えてほしいなと思います。Yeah.